文章ヤンアモル・タルノフスキは、ポーランドの貴族で、1527年により、王官僚大エトマンを務めた。タルノポリの建設者でもある。名門貴族の生まれで、父のヤンアモル・タルノフスキは、クラクフ県の知事であった。長寿で、タルヌフ、ビエビュルカ、ロジュヌフ、プジェボルスク、スタレ章の領主となり、1518年9月1日より、聖墳母騎士団、騎士。 1527年4月2日より、ルーシュ県知事、1535年10月10日より、クラクフ県知事、1536年3月15日より、クラクフ城代をそれぞれ務めた。またサンドミエシュ、ストルイー、ズイガチョフ、ドリナ、サンデチュ、フミエルフ、ルバチュフ及びホロドーノスタロスタでもあった。1521年、彼は、 北アフリカにおけるオスマンハプスブルク戦争に参加した。また大改革を経た後のポーランド軍を率いた最初のヘトマンの一人であり、数多くの戦いでポーランド軍に勝利をもたらした。ポーランド王国の大元帥に相当する王官僚大エトマンには1527年に就任した。モスクワリトワニア戦争の最中、1531年にオベルティンの戦いにおいて、 モルダビア軍を1535年にはスタロドゥーブ包囲戦においてモスクワ軍を打ち破った功績はその高齢である。ただし、これらの勝利はタルノフスキの戦場の現場の力量のみによって得られたものではない。彼の軍事的才能は国家予算によって賄われる騎馬砲兵、野戦病院、参謀本部、野戦工兵などの導入などの広い面で存分に発揮された。 ありがとうございます。